護衛艦もがみを受領しました。令和4年4月28日、防衛大臣岸信夫。本日ここに護衛艦もがみの就役を迎え、自衛艦旗を授与し、その最初の掲揚を威風堂々と行い得たことを隊員所管とともに喜びたいと思います。隊員所管には最前線で我が国を守っているという自信と誇りを持ち、関健太郎艦長の指揮統率の下で一致団結任務に励み、この船の性能を遺憾なく発揮し、伝統ある我が国水上艦部隊を牽引していただきたいと思います。それではどうぞお送りください。